A 型の人っていうのは自分の設定球に A っていうタイプの動作をつけてる。動作っていうのは難しく考えずに、まあ細胞のつけてるアクセサリーみたいなものだと思ってください。A っていうタイプの人は A っていうアクセサリーをつけてる。そんなイメージで捉える。B 型の人は B っていうタイプの動作、つまりアクセサリーを赤血球につけている。つまり A とか B とか、血液型の A とか B とかっていうのは、その人の赤血球が持ってるアクセサリーのことだったんですね。AB 型の人はおしゃれで、2種類のアクセサリーをつけてる。こんな感じ。O 型の人は A も B も 2種類のアクセサリーどっちもつけてない。 O、 なんで A 型 B 型 C 型にならず A 型 B 型 O 型になるかっていうと、 O っていうのは生物学で用いられるないを意味する記号です。ない。 O 型の人も O はO っていうアクセサリーをつけてるんではなくて、 A アクセサリー、 A っていうアクセサリーも B っていうアクセサリーもどっちもつけてないですよの O なんだね。これでね、ABO 式血液型の基本はバッチリ 80%OK なんだけど、もうワンステップパワーアップした人はそれぞれの人が持ってるね、抗体にも注目してほしくて、その話に進む前にみんなにぜひ分かっていただきたいことは、A 型の人も B 型の人も AB 型の人も O 型の人もお腹の中に腸内細菌って呼ばれる細菌を住まわせていて、そいつらの中にはこんなやつとかね、まるでA のタイプのアクセサリーとそっくりな形を持ってるやつとか、こんなやつがいるんだね。これをぜひ分かってほしくて、で、人っていうのはこういう異物を排除する仕組みを持っていて、免疫っていうの仕組みを持っていて、こいつをやっつける抗体を作ろうとする。 A 型の人もこいつらをやっつける抗体を作ろうとする。で、特徴的な形を見つけて、抗体っていうのはね、タンパク質でできたバイ菌をやっつける武器です。こいつの特徴的な形、こんな形を見つけて、よーしって、じゃあこいつを退治する抗体を作るぞと思うんだけど、だけど作らないんですね。泣く泣くこいつを見逃さなきゃいけない理由が A 型の人にはある。何かっていうと、この形を特徴、この特徴的な形を目印にしてこいつをやっつけてしまう抗体を作ると、もしかしたらその抗体は誤って、あそこにもバイ菌がいるぞ、自分の赤血球を壊しかねない。だから A 型の人は泣く泣くこいつは見逃すんです。見逃さざるを得ないんです。でいいのかよと思うかもしれないんだけど、でもね、腸内細菌でね、安全なやつもいっぱいいるんですよ。そんなに危険、そんなに危ないやつは、少ない。こいつは泣く泣く見逃すんです。だから A 型の人はこのB っていうアクセサリーに似た形を持つこいつだけをやっつける抗体を作る。 A 型の人は抗 B 抗体を持ちます。抗 B っていうのは B に対する、この抗 B 抗体っていうのは穴埋めで出ることがないから意味を分かっておいてください。意味を分かっておいてください。 A 型の人はB のタイプのアクセサリー、B 型の人の持つアクセサリーを、目印に壊す抗体を持ってるって、ね、B に対する抗体を持ってるっていう風なイメージで捉えてください。で、B 型の人は、ね、こいつをやっつける抗体は、ね、間違えたら自分の赤血球を壊してしまいかねないから、ね、こいつは見逃して、この A っていうアクセサリーに似た構造を持つこのバイ菌だけを壊す抗体を持つ。抗 A 抗体を持つ。AB 型の人はどっちの抗体も持ちません。O 型の人はどっちの抗体も持ちます。
こんな風にまずファーストステップはそれぞれの血液型の人が持つ赤血球のアクセサリーを捉えて、ね、を、理解して、ね、A 型の人は A のタイプのアクセサリーを赤血球につけてるんだなってことを理解して、でもうワンステップ、ね、さらにパワーアップしたい人は腸内細菌の存在をまず、確認し、そいつらに対する抗体を作ろうとする。だけど同じような形を攻撃する抗体は作れない。だからこのような抗体をそれぞれ持つようになる。 AB 型の人なんていうのはどっちか一方でもね、攻撃する抗体を作ったら間違えて自分の赤血球をね攻撃しかねないからね、どっちの抗体も作れないね。こんな風にね、まずファーストステップ、そしてさらなるパワーアップっていう風にこう2段階に分けてしっかり学習しましょう。 ABO 式血液型でした。